大丈夫アンナはいちょっと動いてもらえますか待ってこう狭いとここに明かりがつけられそうだふう怪我はなさそうだねはいなんとかでも、うん、どうやって出ようかないけど、アンナはこの辺の道わかるの？いいえ、未知の場所に踏み込むことが重要なんです。やっぱりやめとこ、危ないし。危険を越えてこそ強くなれるんですよ。さあ。気づかなかったし、それよりどうしようか。こんな時間では誰も来ないですよね。おとなしく助けを待つしか。そうだね。大丈夫。そのうちみんなが気づいて来てくれるよ。はい。ばっかりに先輩を巻き込んで。このまま助けが来なければずっとここで先輩と二人っきり。
ということは、ここの壁を破れば。下がってください。ダメだよ、こんな狭いところで刀を振り回したら。その時はその時です。いやいやいや、僕がやるから。先輩は？多分何度か体当たりすれば。ちょっと下がってて。はい。それ。開いた。よーし、どこかの道に繋がってるみたいだ。どうなってるかはわからないけど、どうする？行くに決まってます。ここでじっとしていたらお嫁に行けなくなりますから。よ、嫁？よくわからないけど、気をつけてね。待ってよっか。はあ、どうしたの？いえ、先輩って便利だなと思いまして。便利って、それは褒められてるのかな。もちろんですよ、私一人ではここから出られませんでしたし。そんな落ち込まなくても、一人で何でもできる人なんていないと思うし。それはそうかもしれませんが、困った時は誰かに助けてもらえばいいんだし。僕は頼りないかもしれないけど。そんなことないです、先輩は便利ですよ。そこを強調されても。おい、どこだ？メイくん、アンナちゃん。先輩たちの声だ。よかった、これで出られるよ。嬉しくないの？いえ、そうではなくて、先輩、本当にありがとうございました。
て。よくありません。この恩は必ず返しますから。やんだから。返しますから。まあそこまで言うな。おお、いたいた。いいざまだな。大丈夫？二人とも。先輩、フィーロー、笑ってないで助けてくださいよ。まあ、待て。今ロープを下ろしてやる。やれやれ。さあ、行こう、アンナ。上場の出来だろ。頼まれていたものはできてる。調合済ませておきました。どうぞこれを。調合終了。どうした？この程度でへこたれたか。これは辛いです。もうまだだ。さあもう一回。助けを求める声あらば呼ばれなくても現れる。この世に悪のいる限り我ら、ああ、頼む。ここで照れると余計恥ずかしいというのがまだわからんのか。無理です。僕には無理です。未熟者め、次までにマスターしておけ。続いて決めポーズの特訓。もう勘弁してください。キャー！木を引き裂くような悲鳴が。助かった。じゃなくて大変です。急いで向かいましょう。うん、だがその前に変身しなくてはな。
な悠長な、早くしてください。何を一言のように、貴様もだ。僕もですか？当然だ。正体を隠さずして何が正義の味方か。そんな、何事だ。お気に入りのカバンを突然現れたモンスターに奪われてしまったと。よくわかりましたね。ヒーローには必要な技能。それでモンスターどこ行った？あっちに。よし、あとは我々に任せておけ。行くぞベイ。名前で呼ばないでくださいよ。おお、ついうっかり。まとい、行くぞ、ヒーロー。やだ。あなたたちは？聞かれて名乗るも惜しいが、聞かれたからには答えるのが世の通り。悪の非道に涙するかよき人を守るため、今宵生まれた我らがニューヒーロー、愛と正義の錬金術師、その名は。先輩、早く行きましょうよ。これはかなり恥ずかしいです。戻りできない気がしてきた。名前は。懐のものを置いていけばよし。さもなくば。先輩、それじゃ悪者です。
文句があるならお前が言ってみろ。なせばなる。さあ、お前の正義の心を見せてみろ。じゃあ、女性とのカバンをひったくるとは不届き千万。お天道様が見逃しても。それでは東の国の時代劇じゃないか。あ、ダメですか。この間本で読んだんですけど。と、向こうはやる気だな。はっはっは、帰り討ちにしてくれるわ。だからそれじゃ悪者ですって。サルバ、お願い。誰にも止められん。どけだ。ほどにもないな。それじゃカバンは返してもらうよ。何の騒ぎ。パメラ。あら、どちら様。仮面をつけた知り合いなんていたかしら。そうやすやすとバレるもの。どうしたの。もう二人にいじめられてカバンを取られたの。違うよ、それは悪い人たちだったのね。許せないわ。話を聞け。このカバンはある女性とのもので、我々は取り返しに来ただけだ。え、そうなの。え、私にプレゼントしようとしたの。でもダメよ。人から盗んだものをもらっても嬉しくないわ。ごめんなさい、この子が迷惑。気にするな。我らはこの学園を守る正義の味方。困ったことがあれば。早く返しに行きましょう。あまり長く喋ってたらバレるかも。臆病なことを。まあいい、それはごめん。もするんだけど、気のせいかしら。なんだ、ため息などつきおって。だって恥ずかしかったし、疲れたし、いつバレるかヒヤヒヤだったし。だがあの女性とは喜んでいたではない。まあ、あの笑顔を見るために我らは身を粉にして働いた。それで良いではないか。そうか。ダメですよ。そんないい話風にまとめて載せようとしても。その必要はない。貴様の心にはすでに正義の熱い炎が宿っているのだからな。ないですよ、そんなことは。ま、今日のところはゆっくり休んでおけ。正義の心。
や、そんなこと絶対思ってない、思ってないんだ。